大府市の秋の味覚といえばこちらのジャンボ梨。新高という品種で市の特産品にも選ばれている甘くて美味しい果物だわん。11月中頃からは新高よりもさらに大きい梨が収穫の時期を迎えるらしいんだけど、これは？これは愛宕梨と言います。一番大きいですね、梨の中で。さてここで問題。愛宕梨はギネス記録に載ったことがあります。その重さは2キロ以上である。丸か×か。5、4、3、2、1。正解は丸。過去に3キロ近い梨が取れたことがあります。皆さん美味しい梨食べてください。